皆さんこんにちは。こんにちは。梅雨が明け、本格的な夏がやってきました。学校も夏休みに入り、夏の思い出作りとして旅行やレジャーなどお出かけする家庭も多いのではないでしょうか。そんな中、阿蘇市では夏の素敵な思い出になるイベントを企画しております。今回のようこそ市長室では、夏真っ盛り阿蘇市のイベント情報について佐藤義雄阿蘇市長に教えていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは今年も阿蘇市恒例の夏祭り、そうですね、やってきますね。皆さんが楽しみにしておる、特に子どもさんは夏の思い出としてすごく楽しみにしておる 夏祭りが、はい、また8月の15日は、波野の、高原納涼祭り、そして8月の19日はこの阿蘇の市民の復興祭りと、はい、いうことを今計画をしております。それぞれすごく楽しいイベントがたくさんありますので、期待をして参加していただければと思ってます。はい、まあ、阿蘇市ね、地元の方はもちろん、はい、市外の方も大変楽しみにしていると思います、阿蘇市の夏祭り。まず今、お言葉出ました、8月15日開催の波野高原納涼祭りについて教えてください。はい、もう34回を数えることになったんですね。市の青年部の皆さん方が、ヤマメのつかみ取りとか、あるいは子どもたちが練習をした成果で太鼓とか、そして波野の中学校のみんなが、伝統的な神楽とか、その他にもいろんなたくさんのイベントがありますので、ぜひとも参加をしていただきたいなと思うことと、ちょうどお盆の時ですから、外に出ている波野出身の皆さん方も楽しみにして、このお祭りに参加してくれますので、なかなか懐かしい、顔ぶれと、やっぱ突然お会いするということもあると思いますから、そういうものも期待しながら、皆さん参加していただけるとありがたいと思いますし、それと同時にそういうイベントが終わった後は、思いっきり冷涼な高原の夏を楽しんでいただく意味で、思いっきり花火もたくさん上がってまいりますので、どうか夜空も満開になりますので、楽しんでいただければと思ってます。はい、ヤマメのつかみ取り、いつもニュースの映像で見るんですが、商工会青年部の皆さんによる、あれとても毎年人気ですよね。なかなかですね、やっぱり僕も参加したことあるんですけど、水槽の中に入って、さすがやっぱり水中でのヤマメの逃げ早いですね。なかなか掴むことができないから、できたらこの四隅にあります、四隅の方でこの追い込んでパッと取ることをちょっと研究をされたらいいんじゃないかなと思いますけれども、はい、市長からね、ヤマメつかみ取りのポイントも今出てきましたけれども、はい、ぜひ波野伝統芸能も堪能できますので、8月15日波野、神楽園で、道の駅神楽園で開催されます。ぜひおいでください。はい、時間はちょうど5時からだったと思います。はい、そしてもう一つの夏祭りですね、8月19日土曜日、内巻商店街周辺で開催される阿蘇市民復興祭り。そうですね、こちらは、はい、これはそもそもは今まで大阿蘇日の山祭りと称して、2日間にわたって、いろんなイベント、子どもみこしとか、そして総踊りとか、そんなことをやってたんですけれども、昨年の熊本地震によって、今回はまた一緒に1日だけ思いっきりいろんな楽しみを凝縮をしたものにしていこうということもあって、内巻の商店街のところですが、なんと約600メートルの、露店も出てまいりますし、またそこの旅館組合の皆さん方の肝入りで、九州プロレスの復興の元気を与えてくれるイベントですか、もちろん地元で阿蘇ネイチャーランド、いろんな面白い企画とか、またパン君ですかがいておった、カドリードミニオンさんの移動の動物園とか、あるいは他にもいろいろ商店街の有志の人が、イベントをたくさん計画をしておりますので、
ぜひとも参加をしていただければと思っておりますけれども、うん、はい、合わせてこのお祭りでは、はい、19、20日の2日間阿蘇内の巻温泉郷感謝祭、そうですね、温泉無料開放がね、無料開放をしていただけるということで、はい、まあ、すごくありがたいなと思ってます、うん、まあ、日頃 の、 こう疲れと、うん、また夏バテの疲れもあると思いますから、はい、まあ、せっかくの無料ですから、はい、しっかり入っていただいて、うん、この疲れを取っていただければと思いますけれども、はい、なおこの温泉の無料開放については対象施設が12の施設となりますので、うん、まあ、事前に、ね、行かれる方は、確認をしていただくといいかと思います。そうですね。はい、さて、ここでもう一つイベントを今日はご紹介しますが、9月に入りまして2日と3日の2日間、ね、今年も大阿蘇元気ウォーク開催されます。これも健康が一番、元気が一番なんだと、うん、いうこともあって歩くことによって、うん、楽しんでもらおうということで9月の2日と3日にやりますけれども、はい、それぞれ20キロとか、うん、10キロコース、いろんな楽しんでいただける場所を設けております。特に2日の日は、はい、長野オリンピックのメダリストの、うん、岡崎智美さんですか、はい、来ていただいてまた盛り上げていただくことになっておりますので、うん、まあ、ぜひとも多くの方に参加をしていただきたいということと、うん、そのコースの中には魅力的な、うん、まあ、商店街もありますけれども、うん、スイーツとか、はい、あるいはそういうエイドステーションっていうんですか、うん、そこに阿蘇の、新鮮な、うん、きゅうりとか、うん、そういうもののトマトとか、うん、冷やして皆さん方を各所地域で、うん、お待ちしておりますので、うん、今日2日と3日の日は、うん、ぜひともご参加いただければと思っています、はい、コースの中にはですね、内の巻温泉街もあったりしまして、はい、まあ、そこには皆さんご存知と思いますが、夏目漱石や与謝野鉄幹明子夫妻も訪れた、まあ、文豪のね、でこれにちなんだコースも何かあるそうですね。そうですね。ちょうど昨年が、はい、その漱石先生が熊本に来られて120周年ということで、うん、計画をしておったんです。そうなんですよ。ところがもう翌日あたりすごく台風が来て、はい、もうやむなく、うん、中止をしたと、うん、まあ、すごく幻のコースにもなっておりますので、はい、今回はそれをぜひとも実行しようと、はい、思ってますから、うん、これはすごくまたいろんな意味で、興味のある、うん、楽しみが増えるコースではないかなと思ってます、はい、なおこの、イベントのコースなんですが、初日2日目ともに3コースずつ、うん、そうですよね、5キロ、10キロ、うん、20キロが1つずつの別のコースが2つ、うん、2日目もあるので、はい、まあ、種類の違うものとしたら6つのコースが楽しめるようになっていますので、ね、まあ、それぞれの体力に合わせて皆さんぜひコースを選んで、はい、ぜひともお越しいただきたいと思います、はい、9月2日3日両日開催されます大阿蘇元気ウォークの参加申し込みなんですが、8月10日木曜日までとなっております、うん、こちらは事前の申し込みで、当日の参加も受け付けていますので、まだねご予定がという方は、はい、10日以降もいけないかなと、ね、はい、探ってみてください。なお、詳しくは、今回ご紹介したお祭りですね、波の高原納涼祭りと大阿蘇元気ウォークについては阿蘇市観光課、うん、そして阿蘇市民復興祭りについては、阿蘇市のまちづくり課までお問い合わせください。ね、さあ市長恒例のクイズお願いします。恒例のクイズですねちょうど地方創生もありますし、うん、これからの地域の活力化ということもあって、阿蘇市の方としてはこの素晴らしい景観をより楽しんでいただこうということもあって、うん、自転車を一つのツーリズムにして、うん、サイクルツーリズムですか、はい、それを今チャレンジをしておるところです。で、そのサイクルツーリズムのですね、これが学校と称して、はい、まあ、略称で言えば4文字ですけれども、はい、なんていうなんということなのか、うん、まあ、ヒントは今古川さんがちょこっとボードを見ましたけれどもそのボードの中にもその4文字がしっかりと書いてありますので、はい、これがヒントです、はい、
多くの応募をお待ち申し上げています、うん、はい、まあ、市長が今おっしゃったですね、日本財団とキリンビル株式会社とのね、復興支援の、うん、支援金ですね。そうですね、はい、そちらも、はい、いただいたニュースも、7月の WebTV 朝で、はい、出ましたね、はい、ちょうど日本財団とキリンビールと、うん、環境省さんのご協力も得ながら、うん、絆プロジェクトと称して、はい、そこでも たくさんのご配慮をいただいておりますけれども、はいはい、それに関連する事業です、うん、はい、ぜひニュースの方も合わせてご覧ください、はい。今月のようこそ市長室は、8月の阿蘇市の夏祭り、そして9月に行われる、大阿蘇元気ウォークについても市長にお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で阿蘇乙姫農園より阿蘇コシヒカリの米粉 300g 入りを3名様にプレゼントします。原肥原農薬で作った阿蘇コシヒカリの米粉で、小麦アレルギーの方には代用品としてパンやお菓子を作ることができます。こちらはショッピングサイト阿蘇もで取り扱っていて、8月からは今年の新米の予約受付も始まりました。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは8月31日木曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。今年7月から阿蘇に戻ってきた JR の観光列車の名前はの答えは阿蘇ボーイでした。たくさんのご応募お待ちしています。